皆さんこんにちは、私たち豆柴の大群です。イエーイ。クロちゃんの豆柴愛確かめ検証、今日は2つ目の検証に参りたいと思います。前回はですね、みゆきの急な呼び出しに答えてくれるのかっていう検証を行いましたけども、すぐ駆けつけてくれたよね、クロちゃん。そう、すごかったね。早かったね。そんなすぐ復活なんだずっとお話聞いてくれてね。で、1000万円ならそうなの、ね、出すから1000万円ならあげるから返さなくていいから、うん、頭抱えてる、すごいでしょみゆきの演技もすごかったよね。すごかった。でもなんか最初は泣かなきゃと思って泣いてたんだけど、うん、なんかだんだんクロちゃんが優しくてそれにごめんっていう涙で、ちょっとね、嘘ついてごめんなっていう涙で最後の方は泣いてた。あ、そうなんだ。ガチで。あれから10日ほど経ちました。みゆきどうですか、なんかクロちゃんと話したりした？そう、なんかあのね、クロちゃんから、うん、みゆき大丈夫みたいな、心配の LINE が来てて、もうそれに対してみゆきは何言っていいか分かんなくて大丈夫ですしか言えないそう、返しがむずい。ということで、みゆきへの愛情は十分分かったところで、今回の検証はこちら。じゃらん。メンバー同士の喧嘩をクロちゃんはどのように仲裁するのか検証。まあ、クロちゃんに豆柴愛があれば的確なアドバイスをして仲を取り持ってくれるはずです。どうなんだろうね。わかんないよね。でも眺めてきそうだけどね。いや、わかんない。わかんないね。わかんないね。まあ、流れを説明しますと、この後行われる私たちの食事会にクロちゃんを誘っています、はい、で、最初は和やかな雰囲気で食事をしているんですが、メンバー同士が突然ガチ喧嘩を繰り広げたらクロちゃんはどうするのかっていう反応を見ていきたいと思います、はい、そして最終的にはみゆきの脱退をテーマに喧嘩をします。それでみゆきだけかばったらそっちの、ああ、そしたらみゆき引きしてみたいな感じでまた切れればで、なんか豆柴とさ、クロちゃんで食事するのって初めてなんだよ、うん、まあ、今回はみゆきにね、こう誘い出してもらって。そうなんですよ。どうだった？なんかさ、ずっとさ、メンバーとクロちゃんでご飯行こうって話してたじゃん、それプラスクロちゃんとご飯の話をしてたのね、流れで。っていうか、そういえば、あの豆柴とご飯行くのいつなんですかみたいな感じで、そういい流れで行けて、それだから何も疑わずに、うん、みたいな。すごいね。でも喧嘩さ、しないじゃん。しないね。そうですよね。だから、その演技が難しいよね、だから、なんか普通に喧嘩っていうよりも、ちょっとリアルな、じゃないと感づいちゃう。一回怒れる？怒れないです。一回怒れないよ、怒ってみて。ちょっと一回喧嘩してみて。あ、二人で喧嘩してみて。おい、何撮影中に帰ろう。寒い、寒いんだよ。いいだろ、持ってても。おい、触んなよ。おい、あ、誰だ、誰だね。ダメじゃん。喧嘩のきっかけだよね、共通で切れられた方が、振り付け、振り付け、ちょうど2人振り付けしてる。じゃあみゆきがその振り付けに対して何か言うみたいな、ここの振り付けダサくないみたいな。あー、いいね。あのラブ地球のさ、これとか、そうそう、ラブ地球とか、これだったら2人でつけたもんね。最強革命のところね、ダサくない？いや、ダサいにも程があるでしょ。ああ、でもさすがにダサすぎですよって言って、じゃあ手で考えろよ。で、花江もなんか振り付け考えるの難しいんだから、あ、その流れにさ、どうせやめんでしょ。ああ、自分も言えないかも。あなたも賛成して。そうですよ。あなたも私に攻撃して。そうね。もう脱退するのをこっち知ってる、もう知っちゃってる体でもいいかもね。そうね。
それもさ、誰か喋った？お隣しか言ってない。え、どうなの？だからその…クロちゃんに、クロちゃん聞いてるんすか？あ、知ってるって言われたら、なんでメンバーより先に知ってるんですか？え、知らないって言ったらどうする？知らないって言ったら、もう言えばいいじゃん。え、言ったよ。かわいそう、かわいそう。クロちゃん、かわいそう。でも言ってるけど。気を使って言ってたよ。知らないふりしてる。本当にかわいそう。だってこれまだ今日ネタバレするわけじゃないんだよ。そのまま引きずるんだよ。どうしもメンバー仲悪いくなっちゃった。ねえ、どうしよう、ね、ただでさえ今心配してくれてるのに、ね、みんなをバスに出すからね。任しちゃうね。さあ、そうですね。ねえ、どうなるかな。めっちゃ、花江めっちゃ緊張してない？顔が険しい。始まる前から緊張してたから ね。みんなそわそわしてるね。あ、来た！あ、お疲れ様です。でも、カエルの知り合いがね。いやいや、カエルやばくないこれ。すごいですよね。そう、設定だよね。設定だね。そう、私の友達が働いてたお店設定。設定全然そんなことないけど。ん？怪しいですよね、カエル。やばいね、これ当たってるよね、完全に。そう、しかもその当事者の楓と愛華が急遽ラジオ入ってこれないって。あ、今日？そう、はい、今日みんなでご飯の予定で。何飲みますか？飲みますね、その通り。あ、頭拭いてる。飲みました。やだ。あ、頭拭いてる。頭拭いてる。もう本当に嫌だ、これ。なんか女子会みたい。女子会。今日はですね、まあ、ここに呼び出したのはですね、まあ、クロちゃんがお誕生日を迎えたということ で、 実はクロちゃんのお誕生日おめでとう会でした。え、そうなの？やばい。はい、いや、本当に。せーの、ビバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、アドビバースデーディア。ねえ、この後何が起こるか何も知らずに。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ああ、ちょっと待って、嬉しいんだけど。45歳バカボのパパの4つ上、これでいいのだ。いただきました。かわいい。ありがとうございます。まだいいな。うわお返しに。いや、いい、マジでいらないです。そうだ、クロちゃんで思い出した、あの声のフルスイングあるじゃないですか、うん、あれ結構振り付け作るの大変で。お、振り付けの話、振り付けの話来たよ。ガムシ打ちの徳川幕府ですよ。確かに。そんな無理っすよ、うん、ガムシですよ。だからラブ地球のさ、最強革命いいのとかあるじゃないですか、うん、これめっちゃダサくないですか？あ、だからダサいからいいよ。ダサかっこいいよ。え、でもめっちゃダサい、うん、ダサくしてんの、うん、え、だってよく思いつくなと思って、こんなダサい振り付け。お、お、来た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 。え、でもさ、ダサかわいいとかさ、ダサかっこいいとかならさ、まだわかるじゃん、うん、ただただダサいみたいな。だからさ、それを作ってる時に言ってほしかった。まあでもさ、煮詰まってる時ってあるじゃん。え、じゃあ直せっていうこと。直せ、直せなくてもいいけど、まあ、みゆきはそう思ってるよみたいな。ダサいなと思ってるよ。なんで今それ言った？なんかもっと前にさ、作ってる時に言ってくれたらいいじゃん。振り付けの話になってたからさ、言おうと。今言われても何もできないよ、私たち。すごい空気。誕生日会とは思えない空気。まだ助けつけてるからさ。変えてほしいの？いや、変えてほしいとかじゃないけど、でも思ってること。え、それを言われて私はどうしたらいいの？え、ダサい、ダサいって思われながらやるってこと？ちら、うん、そんなことないよ、ダサくないよ。いや、ミキはそう言ってんだ。ダサかっこいいからさ。え、かっこよくないよ、ダサい。うん、一周回ってかっこいいよ。
それやってる時の見益とかさ、このダサいって思ってやってんだとすると、あんな風に輝いてるのおかしいからさ。いいこと言うね。逆に言うとさ、ちょっと古めかしい感じのを入れながら、分かりやすい方がみんながやりやすいからいいんじゃない？あの振り付けじゃダメってことじゃ。いや、ダメとか言ってないけど、でも、みゆきはダサいと思う。そんなにならどうぞ作ってください、振り付け、マジで。何がしたい？え、別に何がしたいとかないよ。喧嘩売ってるってこと？売ってもない。ただ、思ってることは言ってるだけ。じゃあ作ってくれる？その振り付け。今度から全部。無理だよ、無理だけど、それ難しいから。それ言うだけならさ、誰でもできんの。うん、何がわかんの？みゆきに何がわかんの？すごい自然すぎて、これは信じるな。うまい。みゆきに何がわかんの？こっちだってさ、もう必死でさ、いろいろ頑張ってんの。頑張って振り付け作って二人で鼻歌歌い頑張って作って、それをみんなに教えて、みんなに踊ってほしいから。ダサいのも分かってるよ。いや、ダサくないよ。いや、ダサいよ。カオス、カオス。めっちゃいい、めっちゃいい。だって二人だって悪いとこいっぱいあるじゃん。いや、今の話してんだけど、うん、え、でもさ、花江だってさ、忘れ物多いしさ、関係ない。奈緒だって遅刻するしさ。あながち間違いではないかもしれない。ちょっと事実はありますね。さすがにおかしいって、今その話じゃないじゃん。今はみゆきの話をしてるんだよ。だからなんで今みゆき全員に締められなきゃいけないのって話。いや、別に俺は締めてないよ。そうね、そうね、そうね、クロちゃんは締めてないもんね。そうだよ、クロちゃんは何もしてない。あなたはまあ大丈夫です。何がわかんの？人の気持ちなんてわかんないけど、みゆきはただそう思ってるよってだけ。それって自分勝手って言うんじゃないの？それを言うことが正義なの？それをただ言って何になるの？あなたに何がしたいの？別に思ってること言ってもよくない？そうだよね、もうやめるからね。え？いったー。そうだよね、もうやめるからね。え？豆ジャバやめるんでしょ？もう分かってるよ、私たちだって。聞いた？聞いた。聞いたね。スタッフさんに。みんな？うん。花江も？うん。全員知ってるよ。あいかも？うん。あいかも？全員。だからでしょ、こうやって突っかかってくんのも。もうやめるからどうでもいいと思ってるんでしょ。うん、どうでもいい。まあ、やめるからとりあえず言おうかなと思って。そうやって無責任って言うんだよ。クロちゃんは知ってました？みゆきが辞めること。クロちゃんに、クロちゃん聞いてるんですか？ああ、知ってるって言われたら、え、じゃあなんでメンバーより、ああ、クロちゃん知ってるんですか？知ってるみたいな感じになって。え、知らないって言ったらどうする？知らないって言ったら、もう言えばいいじゃん。言ったよ。ああ、クロちゃんは知ってました？みゆきが辞めること。いや、
いや、知らなかった。知らなかったんですか？うん、なんかおかしいなと思ってる。じゃあ、みゆきが辞めるってことは、みゆきは誰にも言ってなかったの？え、渡辺さんとマネージャーさんとクロちゃんに言ってた。メンバー以外に言ってた。クロちゃん起き上がった。起き上がった。頭抱えたのに起き上がってみゆき見た。なんでうちらに言わないの？だって最終的に決まってから言えばいいかなって思って。クロちゃんに言ってんじゃん。え、知ってたんですか？違う、俺はなんとか、いや、メンバーに多分言うのって多分すげえ大変なことだと思ったから、いや、多分先に聞いたって思うと、それこそ花江とか奈緒とかはさ、ショック受けるかなと思ったから、いや、あえて知らないふりしただけだからさ。俺はさ、いや、三重からも聞いてるし、二人の気持ちも分かるから、ごめんね、分かるって、なんかはっきり分かるって言っちゃったけどさ、いやけど、やっぱ付き合ってる時間長いからさ、分かるんだけど、5年後10年後とかさ、多分絶対一生の友達になると思うし、一生の戦友になると思うからさ、だから今のこの感情だけでこんな感じにならないで。本当に別に俺のことはさ、嫌いになってもいいけどさ、メンバー同士のことはさ、絶対嫌いにならないで。このセリフどこかで聞いたことあるな、このセリフ。別に俺のことはさ、嫌いになってもいいけどさ、メンバー同士のことはさ、絶対嫌いにならないで。いや、本当に本当に、だから言ったらさ、花江とか奈緒とかさ、楓も愛香もさ、泣かないように何とかいい解決方法ないかなと思って、やっぱ俺も模索したんだよ。みんなのこと愛してるからね、しっかり。誰も傷つかないようにね、まずくまるく収めようと頑張って、うん、迷惑かけると思って言わなかったのかなと思うの、勝手にこっちに行けんだけどね。そこに着くまでに何とかしてあげたいと思ってたからさ。あ、愛香と楓とかも含めなきゃいけない話だと思うので、うん、明日練習あるの、明日絶対話しますから。うん、だからみゆきを話まとめてきてほしい、明日。うん、うちら帰ります。いやいや、この感じで帰ったらダメじゃん、絶対。なんかこんな雰囲気になったのもちょっと申し訳ないんで、とりあえず帰ろう。そしたら出ます、この夜も。え、そう、大丈夫？大丈夫？二人もね。はい、大丈夫です。すいません、なんかこんな風になっちゃって。いやけど、話していけば分かると思うからさ。いや、はい、俺のってわけじゃないからね。はい、ありがとうございます。ごめんね、なんか。お疲れ様です。優しい、うん、優しい。なんかごめん、本当に申し訳なくなっちゃって。きちんと変な誤解とか全部取っときなよ、本当に。後で後悔するよ、絶対に絶対に。明日話します、みんなと。いつも俺の気持ちばっかり言っててごめんね。明日話したら結果報告しますって。せっかくのパーティーなのに。逆に俺の時でよかったよ、違う時だったら大変だったでしょ。また5人で楽しく。5人なってくれるの？会えたら。あ、ごちそうさまでした。はい、ということで検証が終了しました。お疲れ。見て
う人たち2人どうだった、うん、どうだったの、すごいよ、リアル、マジでリアル、え、ほんと、すごい、くのちゃんがかわいそうで、かわいそう、かわいそう、マジですごい、本当に泣いちゃったもん ね泣いてたね、うん、いやもう愛あるよ、愛あるか、あります、これはある、はい、くのちゃんには本当にマジで申し訳ない、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に謝ってる、ごめんなさい、ごめんなさい、改めて謝りますけども、土下座します、すいませんでした、すいません、このライブを待ちまして脱退する、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もまた見てね。